有識者の方が名前を連ねて訴えてるんですけども、ちょっと重く受け止めて、今まで医療保険料と合わせてたんだけども、医療保険料なんですか？はい。はい。申し上げます。静粛リレー。立憲民主党無所属の藤岡隆雄でございます。大臣、今日ですね、朝、資料一つ緊急声明というのがですね発表されております。委員の皆様にも資料をお配りしておりますけども、緊急声明、子育て支援金制度の撤回を求めるというふうな今日緊急声明が出されております。今朝というふうに聞いておりますけども、この中で、健康保険から取ることは根本的に間違いである、あるいはその少子化対策は医療保険にとっての受益であるというのはですね、もはやへ理屈であるということまで言われておりますが、これを認めれば観光振興も環境対策も健康にプラスの効果を与え、医療保険の受益となるなど、もはや何でもありとなると、将来の各種施策の財源確保にも禍根を残す大失策になりかねない、あるいは負担は生ずるとして、政府は実質的な追加負担は生じないと主張するが、この政策で保険料負担が増える以上、詭弁であるということが言われております。下の方のちょっと児童手当の話はちょっと別としまして、これだけですね、この危機感を訴えるですね声明が出されていて、2ページ目にですねその約30名のこの賛同者のお名前が載っております。この中には西澤先生はじめですね、社会保険庁のですね元長官でありました堤修造元社会保険庁長官や、あるいは元日本社会保障学会の代表理事だった加藤智之先生はじめですね、約30名の方がですね、本当に日本を代表する有識者の方がですね強い危機感を訴えております。これは本当に子育て支援金を撤回し、財源のあり方について改めて議論し、制度設計を改めるべきとの指摘がされておりますが、加藤大臣の見解をお伺いしたいと思います。お答え申し上げます。ご指摘の声明文では支援金制度の具体的内容についてご意見を頂戴しているものと認識してございます。支援金制度は今般の加速化プランに基づく子育て世帯に対する大きな給付拡充を支える財源の一つとして、全世代全経済主体が子育て世帯を支える仕組みでございます。声明文におきましては、児童手当の所得制限撤廃を例とし、少子化対策の在り方について検証し直すべきとのご指摘をいただいてございますが、政府としましては、2030年代に入るまでが少子化傾向を反転できるかどうかのラストチャンスであるとの認識のもと、個々人の結婚や子育ての希望の実現を阻む障壁を取り除いていくための施策を議論し、加速化プランを取りまとめ、その財源確保を図る一つの方策を支援金制度としてございます。支援金制度なくして、今年10月から予定する児童手当の拡充をはじめ、子ども子育て施策の抜本的拡充を実現することはできません。支援金の法的性格や医療保険制度との関係等については、すでにこの委員会でもご議論をいただいていますので、個々に申し上げることはいたしませんが、引き続き支援金制度の考え方について説明を尽くすとともに、若い世代の結婚出産を応援するという基本的な政策の方向性について国民の皆様にお伝えしてまいりたいと考えております。私もこの児童手当のところ、ここはいいと言ってるわけではありません。あくまでも財源のあり方ということで、支援金制度がですねあくまで令和8年度からですよね。したがってまだ時間はある。その中でこの財源のあり方についてですね、ここまでですね非常にこの強い危機感を訴えているというのは、私はすごく少なくともですね重く受け止めていただく必要はあると思うんですね。これ大臣、これここまでですね有識者の方が名前を連ねて訴えているんですけども、これちょっと重く受け止めてしっかり一回検討した方がいいんじゃないですか。お答えを申し上げます。子ども家庭庁におきましては、経済団体、労働団体、医療保険者、学識経験者等にお集まりをいただいた大臣懇話会において、支援金制度の具体的設計についてご意見を頂戴した上で、政府案を取りまとめてございます。さまざまなご意見があると思いますが、引き続き政府案の考え方について説明を尽くしてまいります。
非常にですね、本当にこれだけの危機感を訴えているというのは、やはり本当に重く受け止めていただく必要があると思うんですね。まあ、その中で、まあ、3月26日の本委員会の質疑におきまして、私もちょっと大臣にですね、まあ、整理をしていただいた方がいいという話をさせていただきました。まあ、いわゆるまあ保険料か税かという話の流れの中でですね、いわゆるこの特別の給付に対する反対給付制というところについてのですね、考え方の整理をぜひしていただきたいという話をしたところ、まあ、大臣の方からですね、まあ、ご指摘の点につきまして整理をしてまいりますと答弁をされましたけれども、この整理の結果について教えていただけますでしょうか。お答えを申し上げます。現行の医療保険制度においても給付と負担の関係は様々であり、支援金制度の導入により医療保険の保険料全体としての反対給付制が失われるものではないと考えております。現行の医療保険制度においては、保険料が充てられている費用として、子育てを終えた方等は支給の対象とならない出産育児一時金や、保険給付に該当しない保険事業があるほか、後期高齢者支援金や出産育児支援金は、それぞれそれによる直接的な給付のない現役世代、後期高齢者の保険料を充ててございますし、介護納付金は社会連帯等の観点から、医療保険とは異なる制度への拠出に充てているところでございます。保険料の反対給付制につきましては、健康保険法上の保険給付や各事業等と個別の一対一対応で判断されるものではなく、全体として判断されるものでございます。その上で支援金につきましては、児童手当など対象の広い給付に充てられることに加え、少子化対策によって医療保険制度の持続可能性を高めることにより、被保険者に受益があるものでございます。さらに支援金が医療保険、各法上の保険料の中でも大きな部分を占めるものではないことも合わせて考えれば、保険料全体としての反対給付制が失われるものではないと考えております。そのため支援金は保険料として整理をしてございます。なお平成18年の最高裁判例においても、保険料が出産育児一時金や後期高齢者支援金の前身である老人保険拠出金にも充てられていた中で、国民健康保険の保険料全体について憲法第84条の直接的な適用はない、つまり全体として反対給付制があると判示されているものと承知をしており、支援金制度は最高裁判決と矛盾するものではございません。今保険料全体としてというふうにご答弁をいただきました。若干ですね、本会議の総理答弁とニュアンスが違うところが今ありました。保険料全体というときに、総理は医療保険料全体として反対給付制が失われるものがないというふうにおっしゃいました。はい、大事なところです、これ、本当に。医療保険料全体ということなんですか。この保険料全体としてというのは、これは保険料全体というのは、何の保険料全体かというところ、非常に重要なところです、これ。それはどういうところでしょうか。これ重箱じゃないですよ、本当に。大事なところですからね。はい、はい、ちょっと止めてもらっていいですか。じゃあまた整理、はい、はい。それでは速記を起こしてください。加藤国務大臣。支援金は医療保険料ではありませんが、保険料全体として反対給付制を失われるものではないと申し上げてございます。はい、そうしましたら、総理答弁が、私もこれ、違和感あったんです、総理が医療保険料の全体としてといって、本会議で答弁されたので、あれ、医療保険料と合わせて徴収するから、医療保険料自体ではないというね、私は話して理解したんです。ところがこれ、総理が医療保険の保険料全体としてというふうに答弁されたので、あれ、これおかしいなと私は思ったんです。で、今、大臣が言ったら保険料というのは、何の保険料全体なのかというのが私、分からなかったんです。で、まず、総理の医療保険料全体というのは間違いだったということで、保険料全体というのは何の保険料全体なんでしょうか。これ、大事なところなんです、これ。すみません、総理の発言につきましては、確認を要し、確認を今、手元で確認をしておりませんけれども、支援金の先ほど申し上げた通りでございます。
すみません、今ちょっとご答弁になってないんですが、では保険料全体というのは何の保険料全体なんですか。これ最高裁の通告してます、最高裁の判決で保険料全体なんて別にそれ読み取れませんけれども、まず保険料全体とおっしゃったので、総理は医療保険料の全体とおっしゃいました、答弁でですね、保険料全体、私、これはっきり言って、間違いじゃないかと逆に思ったんです。で、まあ、それはそれで、じゃあ、総理のは確認してください。で、同時に、これは保険料全体というのは何の全体なんですか、これ。お答えを申し上げます。医療保険法、失礼しました、医療保険確保上の保険料を、医療保険料と、医療保険料プラス支援金というふうに理解をしてございます。はい、お答えを申し上げます。医療保険確保上の保険料でございまして、それは医療保険料と介護保険料と支援金、これを指して全体と申し上げております。はい、そうすると、もともとその保険料全体というのは、これあれですよね、医療保険料と今回合わせて徴収されるので、保険料とは、ね、医療保険料とは合わせて徴収される別物ですよね、それがなんで別物が、なんで一緒になって、この反対給付制が判断されるのか、私、これはおかしいと思うんですね、拡大解釈をされてると思うんです。私、これきちっと大事なところなもんですから、反対給付制のですね、根本論なので。この保険という性質をちゃんと有しているのかどうか、だって医療保険料じゃないとおっしゃってるわけです。いや、そうだとおっしゃるんだったらまた別の議論なんですけども、医療保険料と別だと言っていて、なぜそれを反対給付制を判断するときに一緒になって判断するんですか、この時だけ急に。これは明らかに私はおかしいと思うんですけども、大臣の見解をお聞きしたいと思います。医療保険料と支援金は別だと申し上げているのは、医療保険料ですとか介護保険料、そして支援金と、これを分けて把握するときに使っている言葉として、別物ですと、また別でいただくものですというふうに申し上げておりますが、全体として反対給付制を論ずるときには、医療保険確保上の保険料という意味で医療保険料と申し上げているところでございます。はい、そうするとこの結局法的には今回のその支援金というのは医療保険料ということなんですか。今まで医療保険料と合わせてなんだけども医療保険料なんですか。はいはい、いやそんなことないですよ、はい、お答え申し上げます。医療保険確保上の保険料の中に我々がよく使う医療保険料であるとか介護保険料であるとか、それからこれから拠出をいただく支援金というものが含まれます。そして医療保険、全体としてと反対給付制を論ずるときに申し上げているのは医療保険確保上の保険料、このことを申し上げてございます。そうするとその、ある意味医療保険料の全体だと、医療保険の保険料全体だというふうに、おっしゃってるわけですけども、最高裁の判決の中でこのいわゆるこう どこでですね、そんな保険料の一部じゃなくて全体として見るというふうなことが読み取れるのかというのが、私は正直言って読み取れないんですね。これどこでそれ読み取れるんですか。これあの申し上げます。静粛に願います。答え申し上げます。まず平成18年の最高裁判例におきましても、保険料が出産育児一時金や後期高齢者支援金の前身である老人保険拠出金にも充てられているという、その状況の中で国民健康保険の保険料全体につきまして憲法84条財政法定主義を定めているものですが、この直接的な適用はない、つまり全体として反対給付税があると判事されているものと承知をしており、支援金制度は最高裁判決とは矛盾をしないと申し上げてございます。今おっしゃったところで、ある意味そのこの当時の最高裁の判決は、いわゆる公費が入っていて、そこで保険のとの関連性がですね薄まっているんじゃないかというところで、その時の判事が出ているわけでございます。でその中で、この最高裁の中では被保険者において保険給付を受けることに対する反対給付として徴収されるものであるということを示した上でですね、この判決が出ているわけなんですけれども、今回で言えば支援金制度で使うものが、ね、決めてらっしゃるわけですよね。で、それに対して徴収されるものでありますよね。だから、何か一部を取り出して判断するのはおかしいんじゃなくて、
この支援金制度だけで当然そのね、受益と負担の関係があるかっていうのをちゃんと見ていかないといけないのではないかと思うんですね。これ全体として見るなんてことは私読み取れないと思うんですね。だからその考え方が私はちょっとおかしいなと思うんですけども、これ大臣の見解がお答え申し上げます。医療保険制度において給付と負担の関係は具体的には個々人で様々である中で、保険料と保険者が行う給付や事業について一部分のみを取り出して反対給付制の有無を論ずることは適当ではないと考えてございます。従いまして、子ども子育て支援納付金の納付に要する費用に充てられる部分も含め、全体として保険料と捉えるべきもので、支援金部分のみを取り出して具体的な反対給付制を論ずるものではないと考えてございます。いや、それは拡大解釈に、ね、なっているんじゃないか。どこでそれが読み取れるのかというのがはっきり言って読み取れないわけですよね。これだから、これ拡大解釈になっているんではないでしょうかということは申し上げたいと思うんですが、最後に拡大解釈ではないでしょうか。拡大解釈だとは考えておりません。給付反対給付についての論点は、ご指摘の最高裁、前回ご指摘いただいた最高裁判決で述べられている論点でありまして、最高裁判決が全体として判事したことから、私どもも全体で論じることが適当であると考えているところでございます。その全体としてという中で、やられているわけでございますが、その中でもちろんですね、では何でもですね、その全体の中に入っていっていいかどうかというのはまた別の話でございます。仮にそうだったとしてもですね。で、今回、ある意味その受益が、児童手当なんとかだと、で、ね、ご高齢者の方にとったらなかなか給付は受ける可能性は極めて低いと、そういうふうな大きな性質を有しているものが入っていて、そのじゃあ支援金をいざね、徴収をされるというときに、本当にその全体としてって、私は全体としてというのは拡大解釈だと思っています。その全体としてだけじゃなくて、その全体として見てもですね、このところに大きなものが入っているということについて、私は非常に受益と負担の関係が大きなですね、この牽連性というのが非常に薄いというふうに私は考えております。そういう意味で、これ政府としてやはりもう一度この受益と負担の関係をきちっと整理をして、これを対応するべきだと私は思いますけども、大臣の見解お願いします。お答えを申し上げます。支援金につきましては、次世代の育成が健康保険制度の持続可能性を確保する観点から重要であることに加え、健康保険制度においてこれまでも出産育児一時金や出産手当金といった給付を行ってきたこと、支援金を充てる児童手当や妊娠出産の10万円給付などはこうした出産を起点とする保険給付と連続的なものであること、これらの給付はそれぞれ子どもの心身の健康の維持向上にもつながることが期待されるものであることを踏まえれば、支援金の付加徴収を医療保険の仕組みを通じて行うことは健康保険法の目的の範囲内であると認識をしております。その持続可能性を高めるというのがですね、本当にまさに風が吹けば桶屋が儲かるみたいな、その受益と負担の関係であります。いや、そうです。いや、本当です。その中で今日私資料を配布しておりませんけども、ね、日本経済新聞の、いやいや、そんなことないですよ。だって給付をして、いや、論理的にですよ。その中で、これ、日本経済新聞の編集員の大林さんが、この風が吹けば桶屋が儲かるという中で、指摘をされております。ご紹介をさせていただきたいと思いますが、少子化対策費を健康保険料に上乗せして集めるやり方の制度としての、正当性は判然としない。これ、大林さんが、ね、おっしゃってる。で、この素朴な疑問に対する政府や一部学者のお答えはこんな具合だと。異次元のこの少子化対策によって、これが成功すれば子どもが増える、そして健康保険料を払う若者や将来世代の増加につながる、そして保険料の出し手が増えれば保険財政にプラスに働く、で、いわゆる持続可能性が高まるというですね、そういう今ね、最終的に最後のところのことをおっしゃったわけですけども、まさにこれは、この筆者には風が吹けば桶屋が儲かるの類に聞こえると。これを鵜呑みにするんだったら、例えば環境対策を強化すれば、ここに書いてありますよね、強化をすれば人々の健康に良い効果が現れるので、
健康保険財政の安定化につながるというですね、もうへ理屈としか言いようがないというふうな指摘もされております。基本的には直接のですね給付というのを原則に当然考えるわけであって、この回り回ってといったら何だってありになってしまうと思いますけども、こういうふうなところで受益と負担の関係は極めて私は遠いと思いますけども、いかがでしょうか。お答えを申し上げます。繰り返しにはなりますが、支援金につきましては、次世代の育成が健康保険制度の持続可能性を確保する観点から重要であることに加えまして、健康保険制度においてこれまでも出産育児一時金や出産手当金といった給付を行ってきたこと、また支援金を充てる児童手当や妊娠出産の10万円給付などは、こうした出産を起点とする保険給付と連続的なものであること、これらの給付はそれぞれ子どもの心身の健康の維持向上にもつながることが期待されるものであること、これを踏まえれば支援金の付加徴収を医療保険の仕組みを通じて行うことは健康保険法の目的の範囲内であると認識をしております。本当に健康保険法の目的や性質、また保険としてのですね性質のところを大変拡大解釈しているなということを私は言わざるを得ないなということを思います。指摘をさせていただきたいと思います。大変この最高裁の判決からもですねこの考え方逸脱しているのではないかということをですね指摘をさせていただきたいということを思います。続いて、歳出改革のところですね、いわゆる実質負担ゼロのお話のところでございますけども、で総理はですねこれ、支援金は、改めて確認しますね、歳出改革による保険料負担の軽減効果の範囲内で構築をするということを基本とするということをですね、何度もですね大臣もはじめ答弁をされておりますけれども、これ前回もちょっと申し上げたんですけど、これ2023年度2024年度において診療報酬の改定や介護報酬改定などによって生じる追加的な、社会保険負担や改革工程に基づく制度改革の結果として生じる追加的な社会保険負担は追加的な社会保険負担から控除しているというふうな、ことになっておりますね。でこれが当該控除額の金額をベースとして6年間の歳出改革による保険料負担の軽減効果を算出して1兆円としているんですけども、これ改めて 0.33×3 というところでやって1兆円ですけども、ここで控除しているというところからすると、改めてこの総理答弁で示す支援金の財源確保のですね基本というところはまさに最初から守られてないというふうに思うんですけど、まず厚労副大臣の見解をお伺いしたいと思います。お答えいたします。委員の問題者が4月2日の総理答弁におきまして、この支援金の考え方につきまして、総理は歳出改革によって生じる保険料負担の軽減効果を積み上げ、その範囲内で支援金制度を構築することを基本とすることによりという答弁があることは承知をさせていただいております。まずこの支援金制度の構築の基本的考え方はですね、再三これ総理もお話をされておりますが、やはり歳出改革と賃上げにより実質的な社会保険料の負担軽減効果を生じさせ、その範囲内で構築していくことにより実質的に負担が生じないということにするものでございまして、ただしですね、その賃上げの効果を際限なく使うのではなくですね、支援金見合いの社会保険料負担軽減の効果はまず徹底した歳出改革より、確保していく、でその上で賃上げによる実質的な社会保険料負担軽減効果は一定の範囲内に限り活用していくというのが基本的な考えでございます。そのことを総理も答弁をされておりまして、そこが総理が答弁をされました基本とするところによりというふうに厚生労働省としては理解をさせていただいております。最後にいたしますけれども、賃上げの効果はやっぱり入れないと説明がつかないわけですね。でもいわゆる歳出改革で財源捻出という基本は最初はやっぱり守られてないと思うんですけれども、加藤大臣の見解を最後にお伺いしたいと思います。お答えを申し上げます。厚労省の答弁と同じ認識でございますが、支援金制度の導入によってということでございますので、医療介護従事者の賃上げは社会保険料を押し上げるものの、これは支援金導入とは別の話で、また必要な措置でございますので、社会保険負担増には加えないものと整理をしてございます。その整理がおかしくて、歳出改革の粉飾をやっているということを申し上げまして、私の質疑を終わります。ありがとうございました。